エナキリア校は、ギリシャ出身のピアノ奏者、作曲家。1917年、イラクリを生まれ、6歳でアテネのパルナッソスホールでリサイタルを開く。首相夫人、エレナ・ベニゼロスの援助を受けてヨーロッパに留学し、8歳の時には、パリでバンサン・ダンディとアルベール・ルーセルに音楽理論を学ぶ。その後、ウィーンでパウル・バ・インガルテンに、ピアノ、 リハルトシュテールに作曲を指示した。1930年にはパリ音楽院に入学し、アンリ・ビッセルやイシドール・フィリップの指導を受けた。1933年にプルミエプリを得て卒業。パリ音楽院在学中から作曲家としてキリアコーの作品は国民音楽協会のコンサートで取り上げられていた。音楽院卒業後はピアニストとして、 自作を含んだ広範なレパートリーを持って、ギリシャを本拠に演奏活動を展開した。1994年、アテネにて死去。タワー .jp ハット、レナ・キリアコウ、コンポーザー、ピアニスト、ウーマン。2017年4月25日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年4月25日閲覧。ありがとうございます。